羽生結弦の理想を追い求める戦い抜く姿を応援してくださいと、えー、羽生さんの理想というとも,うものすごく高いんじゃないかなと思いますけれどもどんんなな理想像をお持ちでですすかそうですねあのやっぱりどうしてもそのフィギュアスケートのアマチュアっていうものをそのプロに転向した時に引退っていう言葉がどうしても使われがちですけど僕にとってはそのプロに行くっていうことはそのアマチュアよりも僕にとってはですけど 上手くなっってて当然であって、うん、もっともっと見せ方も分かってくるしもっと技術的にも上がっていくべきだと僕は思うんですよね。やっぱりフィギュアスケートでどうしても体力を使うものなのであの年齢とともに下がっていったりはしやすいんですけどまだまだいけるだろうとだってプロ野球選手何歳まで頑張れてるよみたいなそういうことを考えたりするともっともっと,もっとできるはずなんですよね、はい、体力的にもそういった意味でもこれからもさらに戦い抜きたいなっていうふうには思います。 じゃあ攻めて攻めてこれからもどんどん戦うぞと。はい。そしてあの先ほども言ったようにやっぱり競技のプログラムっていうものもあのしっかり競技らしく<ー>そのルールにのっとった競技らしく、はい、そしてなんかルールから外れてさらに難しくなったプログラムみたいなものもなんか目指していけたら面白いんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますね。本当にますます楽しみになってきますね。すごいね。これ他のあのスケーターさんたちの、はい。 ね、背中を押すっていうか、お尻を叩くことにも。つながりますね <laughs> そうですね <laughs> あの。あの、やっぱり基礎をしっかり叩き込んで、うんうん、そううこ、ね、そっから練習していれば、こうなれるんだよっていう感じでも。思いたいです、ね。羽生さんのこれからの活躍というのは、私たちも地元のテレビ局として応援していきたい。うん、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ここまで羽生結弦、これからについての、お、五つの言葉でした。